ロープアクセス技術。ロープアクセス技術とは、ロープ及び装備、機材を用いて、任意の場所に移動する技術、特にケービングにおけるシングルロープテクニックから派生して生まれた技術ことを総称して呼ばれる。ビルメンテナンス。特に、ビルクリーニング業務や、乗り面保護工事、橋梁、ダム、風力発電などの調査、点検、検査等を行う作業などにおいて使用される。 日本国内では、ロープ交所作業の名称で使用される、作業内容に含まれる。2016年1月1日、一部2016年7月1日に施行された、改正労働安全衛生規則、安江則では、安江則第539条の2において、ロープ交所作業を、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けるとが困難なところにおいて、 昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により体を保持しつつ行う作業と定義し、身体保持器具を取り付けるメインロープ及び安全体をつなぐためのライフラインとして、メインロープとは別のロープの設置を義務付けている。ただし、不足として、ロープ交所作業のうち、ビルクリーニングの業務にかかる作業または、のり面における石張り、芝張り、 モルタルの吹き付け等の乗り面を保護するための工事にかかる作業以外の作業、橋梁、ダム、風力発電等の調査、点検、検査等を行う作業を含むについては、リビエーションやリビレーによって、ロープの削下を防ぐ場合に限り経過措置として、ライフラインの設置は免除さている。ロープアクセスは単に人や物の移動手段、上る下る、前後左右移動であって、 特定の作業や業務その内容を指すわけではない。従って、日本で慣例的に用いられている三つ打ち、またはより、構造のロープを使用した技術もロープアクセスと呼べるが、実際には、カーンマントル構造のセミスタティックロープと呼ばれ、ケービングにおけるシングルロープテクニックで用いられるロープを使用したものを、ロープアクセス技術と呼ぶことが多い。多様化する。 建築物の内外層は、もちろん、特に構造物の実態調査や健全度診断などの調査業務、保守点検業務等短期間で業務が完結する場合において、高所作業車などの重機や仮設足場を使用する合わせと比べて、ロープアクセス技術を用いることで工期の短縮やコスト縮減が可能になるケースが多いため、間接的手段である延防、 遠隔調査手法で済まさざるを得なかった業務において画期的な技と言える。国外。メインロープ及びバックアップロープの2本のロープを用いた技術が主流である。石油関連施設の点検にロープアクセスを用いたことが始まりで1992年にイギリスで設立された。世界50カ国に約7万人の技術者が存在する。 世界最大のロープアクセス資格認定団体。1990年代半ばにアメリカで設立された。北米を中心に数千人の技術者が存在する。国内。日本国内ではヨーロッパ由来のイラタに準拠した企業だけでなく、国内各社が設立した協会が独自の資格認定制度によってロープアクセスの講習を行っている。 イラタ及びそれに類似したメインロープ及びバックアップロープの2本のロープを用いた技術のみならず完璧なロープ管理を前提としたメインロープのみで移動を行う技術が存在する。株式会社機、イストン及びロープアクセス技術協会が認定するロープアクセス技術。1990年代後半に開発された。株式会社特殊公所技術及び 一般社団法人特殊交書技術協会が認定するロープ交書作業を含む国土交通省によって安全性が評価された技術2007年に開発された有限会社ケンテックシステムズ及び一般社団法人ロープ交書作業協会が認定するロープアクセス技術2009年に開発されたツリーケア特殊伐採などとで用いられる 国内ではアメリカのアーボリストトレーニング組織医サ関連組織が中心となって技術講習を行っている。警備員グ由来の方法をとる。ロープを木の枝で折り返して用いる。近年消防や警察の救助隊が都市型ロープレスキューとして取り入れつつある。国内ではアメリカの救助訓練組織レスキュー3社関連組織が中心となって技術講習を行っている。 代表的な機器は次の通り、労働安全衛生規則の一部を改正する、奨励案新旧対象条文、https、www.mhlwgojp、ファイル、06制作情報 -1130 万、労働基準局安全衛生部、000093061、pdf、2018年9月4日確認。 ロープ交渉作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について https w w w m h l w g o j p ファイル、0 6政策情報 -1130 万。労働基準局安全衛生部00 0000093175pdf.2018 年9月4日確認。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。